はい、皆さんこんにちは、アシスです。トイックです。いやね、さっきの続きということで、オルトロスさんからのお手紙です。思え、お前ら気に食わんからオペラ邪魔してやるけんね。まずいぞ、団長に知らせないと。やって読んでくれた。団長か、団長はさっきオペラを見ていたから。うん、団長さん、なんですと、オルトロスが、やべ、西軍の生き残りが攻めてきた。タコだけど大丈夫か。タコじゃねえよ。生き残りタコじゃねえ。あ、まだ出てこねえんだ。オルトロスっぽい色はしてるけどな。まあ同じ紫だけどな。待て、おう、チョコボの騎士ドラク、ここで1対1のマリア・ドラク、この日を信じていた。でもここできっと多分死ぬんだろうな。命尽き果てようとも話ない決闘だ。といいとこだけど、いいとこだけど、忙しいな。触手プレイで、セリスが触手プレイされる前に、お前何を言ってるんだ。4トンこれ即死だな。4トン支えてる鉄骨すげえ。丁寧だな。5分かかる。これはもしかしてあの白爆破イベント的な。お、俺失敗したからな、あれ。よし、右から行くぞ。右の部屋の裏方さんに声をかけてみなさい。舞台上へ、舞台上か、いけますよ、任せろ。セーブしたいが、やべ、始まってしまった。やべって、舞台のこれセーブできる場所あったかな。これゲームオーバーだったら結構やり直したな。で、上がりのこの浦田方さんに命令、一番右のスイッチを下へ。ここは触っちゃダメ、オッケー。一番右、はい。一番右って言われて早速一番左に行ったからな。あれあれ、え、どこだって分かんの。舞台左の部屋のドアが、うん、あ、はい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 、急げ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 、もう30秒だった。ダッシュ像扱いきれてない俺で、ここで下手にダッシュしない方がいいな。そうだな。で、こうやって反対に行きの、まあ、ドラク頑張る、ドラクで、ここで急げ急げ、よし、敵出ねえ、いいぞいいぞ。さあ、敵が出ない理由は、え、あー、ミスった。何してる、ミスった。いや、でも今回は強いパーティーだからな。必殺技、あれ、え、なんかミスったか今。どうした、普通に爆裂金が出てる。あ、出た、オッケーオッケーオッケーの、倒せ倒せ、3ビームで倒してくれ。全然ダメだ。ハイポーションか、嬉しいな、それはそれで強いな。いいの持ってんね。これで死ぬか。あ、結構時間食っちゃったな。オッケーオッケー、もうあと3分半だぞ。いや、3分半あったらいける気がすんの。いけるか。オルトロス戦でどれだけ食うかだけど、うーわ。急げ急げ。バックアタックか。もうそんな気にしてる場合じゃない。こんな時に限って。必殺技、機械、回転のこぎり、ブンドリーの、オッケー倒した。
はず。肝の爪。ええ真ん中倒さないから。そういうことか。もう。マジか。今の即死か。ハイポ嬉しいな。うまい。あ、これ間に合わんちゃうか。やばいな。これはやい。厳しいな。はい、残り2分半です。あと雑魚戦1回くらい。1分だぞ。雑魚戦1回くらいだったらまだ間に合うかもしれない。うわ、雑魚戦1回じゃな、いける。いける、あ、雑魚戦1回でいける。ここスムーズに切り抜けられるか。真ん中だな、真ん中だな。必殺技、とにかく、グンドリーの元、とにかく最、真ん中。別にブンドル真ん中じゃなくてもよかったかな。回転で、うん、回転の小切りなら一発でやりそうだな。倒せんだろ。で、爆裂。一応ブンドルも入れといて。よしよし。おお、倒した。お、あと2分ある。2分ある。あ、なんか覚えたけど見なかった。魔法かな。見えなかった俺。で、よし。え？落ちるの？落ちた。ちょっと結果邪魔してんじゃねえかよ。もうむちゃくちゃだよ。ラルスとドラクが気を失ったぞ。え、てか何動かんけど。もう団長に怒られるわ。あ、いかん。あの二人が伸びてしまったら話が続かない。一体誰の妃になったらいい？俺じゃね？お前か。あ、俺じゃね？あ、ここでセッターが、俺の妃になるんだな。え、てかさ、動かんけど、大丈夫なのかこれ。おなんか進みが遅いな、ここ。ロック？お前じゃねえぞ。お前勘違いすんなよ。セリスをめとるのはドラクーでも、ラルスでもない。世界史の冒険家、このロック様だ。もうむちゃくちゃだわ、ほんと。あ、じゃあ、下手くそな演技をしようってからに。下手くそだってよ。なんだ、これもう。どうにもない。ひどいな、これ。収集つかねえ。まあ、オルトロス戦は勝てんだろう。久しぶりだな。また出たよ。待った。必殺技、ブンドリーの、機械の、ドリル。ターンセーブか。お、結構食らうな。うん。ちょ、回復させとくか。いや、もう持ってねえ。ドリルがどのくらい食らうかな。500か。あ、やっぱドリルの方がいいかもしれんな。魔法の。死んだ。は？なんで死んだん？だってマッシュ HP160 ぐらいしかなかったよ。で、回転残して、え？ロック前にいるからな。分かった。あ、違う。フェニオで生き返らせて、あ、違う、お前じゃないよ、こっち。よし。落ち着け。で、機械で回転、あ、さっき見てなかったダメージ。どっちが良かったか分かんない。回転600ぐらい入ってたよ。ミスター。ちょっと見とけよ。あれ？魔法がない。まだ覚えてないんじゃないの？ん？違う。あ、これロックか。こっちか。マッシュだよ。今のマッシュだよ。え？それロックだよ。え、カッパッパ？え？アイテム、カッパ直すの。カッパ、イエロー、今、エドが。イエローチェリーで。回復優先しなくていいの。死ぬよ。死んだけど。タコ足来たら、ロックは死ぬな、これ。魔法で、ケアールかけの、アイテムで、
フェニオで、ハイの、よ、回復しな、魔力低いからな、回復しな、もうじゃあもうハイポの方がいいんじゃない、ハイポで、ハイポで一気に回復させの、アイテムの、もうハイポで回復させ、あ、間違えた、もう、やけだ、やけだ、バカか、バカなのか、最低だ、ハイポで、楽しい、ハイポで、もう、体勢を立て直すのだ、俺が思った方に行かないんだ。ひどいな今回。ちゃう。大丈夫だ。ミス。ミスだ。ハイポのドリルの方が命中率いいんだろうなきっと。イエローチェリーの。うん。でこっから攻撃だ。で、他に後ろから殴ったからブントルのダメージでかかったな。機械の魔法ケアル3セーブか。さっき100ちょいくらいじゃんかな。スリップカルチャー、もう攻撃だ。オーラキャノンの方が効かなかったっけ。あ、そういうやつか。もう何も考えずに爆裂拳しかしてないよね。コマンドがカッパ友達。でもカッパになると 何が悪いんだ。カッパでもいいんじゃないか。もういや、なんかで不都合あった気がすると、特殊能力が使えないとか、まあ、きっと悪いんだろうな。あ、ほら必殺技使えない、そういうことか。イエローチェリーの機械のドリルって、とりあえずまあ分取っとくか。まあ戦うでもいい。今日も勝った！タコですいません。タコ足があんま来なくてよかったな。あぶねー、握るーしょべー。よっしゃあいつしょべーな。よー、勝った。やべ、しかし勝ってしまったら、あ、来た！待ちな。来た！飛空艇来た！素晴らしい勝負だったぜ。華麗な戦闘だ。くる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 。した。あ、脱がした。うわ。せっさ、バカだー。あれー。セリスノリノリ。意外な急展開、ロックの妃になると思われたマリアはセッターによってさらわれてしまった。パート2に交互期待。え、これ客来ねえだろこんな。こんな無茶苦茶なさ、まあ、演技やられてっていうレベルだろうな。で、こっからきっとセリスパートになって、お、やっぱり後でゆっくり可愛がってあげるさ。バカめ、作戦通りって感じ。んだな。ん？え？え？なんと立派な女優ぶりだったぜ。可愛かったな。はいはいはい。枕の始まりだって見えた。なんだよ枕の始まりって。セッツァーは？来るわ。セッツァーは今お風呂入ってるからね。貴様ら！マリアじゃねえな。まあ、マリアより可愛い可能性もあるからな。お願いセッツァー。私たちベクタに行きたいの。だからあなたの飛空艇があってくれるわけねえだろ。マリアじゃなきゃ思わない。待って、あなたの船が世界一と聞いてきたの。
あ、もしかしてセッターはバカなんじゃね。いや、バカじゃねえよ。なんかおだてられてさ、調子乗っちゃって、私はフィガロの王だ、もし協力して、そういうことか、金は出すぞと。エドがいてよかったな。確かに、勘違いするなよ。あれ、ツンデレじゃねえか。勘違いするなよ、まだ手を貸すと言ったわけじゃないんだからね。セッツァーツンデレだな。お、一ギャンブルやっていこうか。あなただけじゃないわ、たくさんの町や村が帝国によって支配されているのよ。そうそうそう、魔導の力をね、うん、そう、帝国の言いなりなんかダメだよ。セッツァーと帝国の関係がな、どんななんだろうね。お、マリアよりも綺麗だな。よく見てんじゃねえか。決めた。あんたが、セリスが俺の女になる、だったら手を貸そう、それが条件だ。いや、いいわ、諦めろ、引くて。あ、それは、それは、分かったわ。でも条件があるわ。このコインで勝負しましょう。お前結構自分の体売るな。もし表が出たら私たちに協力する、裏が出たらあなたの女になるわ。トイ君は落ちるわ。おほう、いいだろう、受けてたと。ちょっと音消します。受けてたと。いいのか。そうだよ、ヤスの女なんかになったら意外とまんざらでもないのか、セリス。それか、あのコインには何かネタが仕込まれている。え、どっち。え、おお、さすが。あ、お前そのコイン見せちゃダメなんじゃない。そういうことかよ、やっぱりな。そういうことか。なるほど、深いな。マッシュのと、あのエドガーのコイン。あ、トイックンが来ちゃったわ。ただいま。なるほど、超いいとこよ、コインが両方表よ。エド来ちゃった。おお、いいとこよ、エドガーのかっこいいとこよ。エドガーがやった。いや、テニスが投げたけど、あ、そうだ、セッターが拾って、うん、両方表だってネタバラシして、でマッシュが、え、両方表だったのみたいな。それ意味わかる。わかる、さっき回想見たもんな。うん、だから結果エドガーはマッシュの自由にさせてあげたかったんだよ。そうそうそう、よかったな、イベント見といて。意味がわかる、見といてよかったわ。てか、エドガーとマッシュちゃんと連れてきていてよかったな。画面ちょうだい。あ、そうだね、画面渡すわ。こんなにオンボロの船がよく飛べるな。ロックちょくちょくひどいこと言うよね。結構毒舌だな。落ちるときは落ちるもんだ。人生とは運命を切り開く賭けの連続。このでかい船で帝国上空を飛ぶのは目立ちすぎる。確かにね。うん。はいはいはい。お、これは帝国の音楽じゃないの。なんかすごいサーチライトが光ってるけど。まあ空からの侵入を見つけるためだろうな。大丈夫か。って言っても引く手持ってるのセッツァーくらいだから、空からの侵入なんてセッツァーぐらいしかできそうにない気がするんだけどな。じゃあ、あれ何見る、 何やってんのあれ。おお、これが
これが帝国？でけえな。でけえな、確かに。あ、飛空艇。あ、はいはい、これで飛空艇にも乗れるし、うん、こまっちもありますよと。アルブルグの町。帝国めっちゃいるけど大丈夫？ちょっとセーブしていきます。まあ、帝国領地だからな。あ、いやいや、これで南の大陸に来たと。うん。よし、じゃあ今回ここでキリがいいので、ここまでにします。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。